チャオ、あちゃんです。今日12月の20日、木曜日、あちゃんちのマグマのカレーにします。今、早くしようと思ってね、メークインをたわしでこすってんの。ちょっと待ってね。もうオープニングの挨拶からカメラから半分見切れてるって、どうやねんって感じ。カメラフンのちょっとね、角度間違いだ。ちょっと待ってね、早くしてしまいましょう。あ、玉ねぎ買ってくださいか。あ、いいわ、1個あるわ。食べましょう。オーソドックスな普通のカレーにします。はい、もう何も技入れません。いや、ちょっと入れる。では作っていきましょう。まずね、では、大根も入れたろ。じゃあ、やっていきましょう。まず目取り、目を取って、目を取ってね。目を取って。じゃがいも、まあまあ、そこそこ大きめに切っておきましょう。崩れないようにね。これも好きなんで。次も大きめに切っておきます。大根は乱切りにしましょう。大根、大根だよな。カレーに大根でね。わからんけど、根菜やからいけると思うねん。
ナス、ナス、ナスちゃう。カブのカレーとかあるからね。大根もええんちゃうの。知らん。はい。お肉。豚肉こま切れが 226g と鶏もも、610g の半分300、トータルでね500ぐらいお肉を入れます。鶏と豚と両方入れます。鶏1枚鶏1枚入れておくれておきましょう。宮崎日向鶏です。鶏肉を食べやすい大きさに切ります。あんま大きいとね、でなんであ、いいな、この機材で一緒に作っていきましょう。よいしょ、圧力鍋に油適当に入れて火に開けて、かかってる、ついたら鶏肉も豚肉も一緒に入れます。炒めましょう。完熟カレーよかったらな。プレミアム熟カレー水900、2つ上へ800。 OK、
けどね、ちゃんと猫入ったら行くかね、行くよね、これね。いや、多分家が出ないかもからね。ある程度ね、目が変わってるかな。ごめんなさい。タブルあるのかいな。なんか猫の子見たので。油をね、さーっと回してあげましょう。妖精なんでね、油をチリ、油でコーティングするようにね、お野菜ね。よし、これでね、さーっと炒めたらね、水を入れます。 800cc やねんけども、今日のお昼はね、うどん入れます。うどんのつゆ入れます。うどんも残ってるから、これ500、これで800。これうどんね、うどん入っとんねもう何でもあり、何でもありがっちゃん流です。はい、でこれをね、圧力鍋で蓋して圧かけて5分。あんまりやるとね、あ、玉ねぎ入れるの忘れた。ちょっと待って、玉ねぎ忘れたよ、切るわ。何や、忘れとんな思ったら、そんなこっちゃらです。はい、玉ねぎ薄切りして入れます。よいしょ、はい、なんでもいいんです、適当です。はい、これにドライバジル入れたろ、結構入れたろ、ドライバジルを1つかみ、では圧力をかけてみましょう。これで圧かかるまでほっときます。で、圧力鍋が、圧力がシュルシュルかかりだしたら、分かりました、5分ね、5分、弱火で煮て、で、残りの、残りじゃない、何を言ってんね、強火で今圧力かけて、で圧力かかった5分間弱火で煮て、で、圧を5分間かけたら、火を止めて10分放置で、再度煮込んで、じゃあ再度火、ルーを入れて煮込みます。はい、5、4、3、2、
です。はい。火を止めて10分間放置しましょう。はい、ちょっと長い間放置しすぎました。圧は抜けとるけども、温度も下がってるはずです。ちょっと、緩めましょう。緩めしょう。バカしちゃう。よいしょ。にゃにゃにゃ、あ、何が黒いのかな、バジルやった。これ、火に。開けて、よいしょ。またいつも恒例のやつです。鍋交換します。まあまあ、あったかいな。よいしょ、鍋をね、入れ替えましょう。いつもね、これ入れ替えへんかったね。洗うときめんどっちいのよ。カレーとかでこびりついたら、ここ、あの、鍋のね、鍋に段差がついてて、圧力鍋ね。だから、よいしょ。で、これ火にかけておきます。で、クミンパウダークミンねと、コリアンダーシードどこいたっけ、最近使ってないんだよ。どこやったの？あった。コリアンダーシード。コリアンダーシード。入れて、うどん入ってるのはちょっと微妙、見た目ね、ちょっとね、うわーって感じなんだけど、カレーは何でもいいんです。マジか。ちょっとやりすぎたかもな。まだカレー粉入れてへんの。んでね、ちょっと、カレー粉を入れましょう。このカレー入れにくいよな。確かに一個一個になってすごいね、小分けで使いやすいというか、いいんだけど、入れるときにね、一個一個攻めてる。よいしょ。また腰痛いの。うん。何したって何もしてないんだけど、腰が痛くなったの。火を止めてからルーを入れる。弱火で5分ぐらい煮込む。で、完成です。でね、ちょっとね、バジルとか入れてちょっと、これやりすぎるとね、またじゃがいもがさ、ドロドロ溶け、まあ、溶けたら溶けたで美味しいんやけど、残ってる方が好きやんか、子供が。だから好きやんかって知らんがなね。ごめん、うちの感覚で今度言いました。はい、今これでちょっとね、煮だったら、煮立ってるかな。よいしょ。ちょっと今日汁は少ないな。まあ、規定量800入れたんやけどな。まあいいかな。
溶けないね。まあゆっくりゆっくり気長に行きましょう。芋をできるだけ潰さんようにね、ルーを溶かしてあげましょう。残っちゃうかな。まあ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 、いい感じでね。弱火にして5分ぐらい煮込みましょう。タイマー向こうもピッタわ。どうだろう、これでまだ溶けてないよね。あんまりね、激しくやっちゃうとね、よし、芋がやっぱりとろけたな。もう混ぜすぎなんかな。圧力鍋やからね、最後に入れてもよかったんやけどね。あ、黒いのなんかのわかめや。変なの入れすぎ。どうかな。うわ、うまっ。これはうまい。ちょっとこうね、ちょっとだけ味変える。ケチャップをちょっと入れる。トマト欲しい。トマトケチャップをちょっともうちょっとかな。まあ、トマトピューレとか甘みのないのいった方が良かったんやけど、ないのよ今。カットマとかでもあったらよかったんやけど、とオイスターソースかな、入れようかな。うん、おいしい、おいしい、おいしい、めっちゃおいしい。いい感じのとろみも効いたしね。やばい、美味しい。もう一回食べよう。うん、
やば、うんま、うん、天才かなと思うのが美味しいけど、これあっちゃんね、あの二段熟カレーが美味しいんかもわからんけどね。じゃあこれ多分あれやん、うどんの汁入れたからや、うん、そう思うわ。はい、これはもうね、だいぶとろみついてきたんで、もうそろそろね、鍋さえ焦がさんかったら完成です。うん、あ、寒い。うめえな、まあ、とりあえず5分煮込むわ。まあ大体もうとろみもついてるし、ええやけどね。はい、あと30秒。寒い、早く部屋に行きたい。うどん入れたけど分からなかったよな。分かるってこの辺にうどん。何でもいいんだよ、わかめが入ってるんだよ。人生適当でございます。それがあっちゃんでございますよ、ね、あの2年美味しかったらね。32、1、5分経ちました。 OK、 完成です。では食べましょう。